匠若頭射殺事件とは、1997年8月28日、5代目山口組のナンバー2にあたる若頭の匠勝ちが、同じく5代目山口組、中野会の組員に射殺された、暴力団の内部抗争事件。事件の発端となったのは、前年の1996年7月10日に起きた、中野会会長襲撃事件とされる。この事件は、 当時、5代目山口組の若頭補佐だった中野太郎、中野会会長が4代目、合津小鉄会組員に銃撃されたものだが、山口組の若頭だった匠勝は、事態の拡大を防ぐべく、合津小鉄側と協議し、迅速に解決した。この和解は、迅速に行われた一方、銃撃を受けた当事者の中野に対し、 一切の事前の報告なく、全くの無断で行われていた。当時の中野は五代目山口組本家の若頭補佐であり、このような要職にある物形組織に狙われた場合、和解するにあたっては、当然、当事者である本人に、意向の確認がなされるのが通例である。匠がこの手続きを省略したことを中野がアイコンとし、これが、匠への報復として、 射殺事件につながったとされる。また山口組を引退した有力組長の出版した暴露本によれば、中野は自分を襲撃させたのは、匠自身であると憶測して激光しており、さらに当時の匠は五代目山口組長、渡辺義則の失脚を作動しており、そのことが、渡辺の側近を辞任する中野の噴撃を招いた、ことが原因だとしている。 1997年7月、当時の中野会若頭補佐の吉野和俊氏が葬式を取り、東京都と大阪府の中野会参加組織から、匠の動向を探るための偵察部隊と、襲撃するための襲撃部隊をそれぞれ選抜した。当初の計画では、東京で匠を襲撃する予定だったが、居場所がつかめずに断念し、後日大阪で襲撃することになった。その後、 同年8月27日に、匠が大阪市内のホテルを訪問することが分かったが、その場には中野も同席することが分かったため、またも襲撃は見合わされた。一方の匠は、翌8月28日、山口組の他の最高幹部二人、岸本斎三総本部長と、野上哲夫副本部長と共に、昼食を取るため、JR 新神戸駅に隣接する新神戸 オリエンタルホテルのティーラウンジに向かった。8月28日午後3時20分頃匠、岸本、野上の3人はティーラウンジの一番奥まったテーブルに着いた。その直後、襲撃犯が38口径と45口径の拳銃で匠を銃撃した。匠は7発の銃弾を受け、救急車で神戸市立中央病院に緊急搬送されたが、 1> 約1時間後の午後4時32分に同病院で死亡した。匠と同席していた岸本、野上の二人は無事であった。襲撃の際、ラウンジの隣のテーブルに座っていた、歯科医師の男性が流れ玉に当たって負傷し、病院にへ運ばれたが、事件から6日後の9月3日に死亡した。匠の告別式は8月31日に取り行われた。同日、 山口組の渡辺義則組長は中野を破門に処した。9月3日に流れ玉に当たった司会士の男性が死亡したため、渡辺は中野の処分を破門からさらに重い絶縁に変更した。一般的には絶縁された者はヤクザの世界に残ることはできず、組織を解散して仇に戻らざるを得なくなるのだが、中野会についてはその後、 絶縁理由に納得できないとして解散せず、独立組織となった。しかし、独立組織となった後は、この事件の報復と思われる襲撃で、幹部メンバーを殺害されたことなどにより組織力が低下し、2003年に中野が脳厚束で倒れたこともあり、渡辺が引退した直後の2005年8月7日に、解散届を大阪府警に提出、解散している。 また、この事件をめぐっては2004年10月26日、別の詐欺事件で、執行猶予判決を受け、その後の捜査で、この事件に関与した疑いが強まり、指名手配されていた容疑者の一人が、大阪府豊中市内で、逮捕されているほか、2006年6月30日には、実行犯の一人として指名手配されていた男が、神戸市の六甲アイランドで、 死体で発見されているその他にもこの事件では、実行犯の一人で現在は服役中の受刑者が、この事件についての極中手記を発表していることが知られている。2013年6月5日、兵庫県警は、殺人、銃刀法違反容疑で指名手配されており、本件における最後の逃亡者であった、実行犯の指揮役の財津組組長を逮捕した。 2013年6月27日、神戸地検は実行犯の指揮役の財津組組長を殺人と銃刀法違反の罪で起訴した。中野は事件への関与を認めず、2018年に宮崎学の協力により自助伝を発表したが、後遺症の成果事実5人が多いと指摘された。そして、2021年1月10日に中野は84歳で死去した。 実行犯のうち一人は逮捕されず、その後病死が確認されている。山口組のナンバー2と呼ばれた、匠勝ちが射殺された事件については、多くのメディアが、大々的に伝えた。テレビでの第一報は、事件発生当日の28日16時ごろ、NHK や民放などの通常の番組放送中に、テロップのニュース速報で伝え、17から18時からの、 ニュース番組では各局がトップ項目で匠が殺害された経緯について詳しく伝えた。事件翌日、一般紙の長官隠しはもちろんのこと、スポーツ新聞各紙でも匠射殺事件を一面で大きく報道した。また、テレビのワイドショー、情報番組なども同事件の話題中心の内容となり、事件発生から2日間。 その事件を検証する内容となっていたが、事件から3日後の8月31日以降、イギリスのダイアナ元皇太子妃がフランスパリで交通事故死したニュースが日本のメディアでも大きく報道されることとなり、射殺事件をテレビ番組で扱うことは少なくなった。ありがとうございます。